こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日は獅子のごとくをやっていきたいと思います。獅子のごとくなんですが、なんとですね、今回るろうに剣心とコラボが始まっております。すごい、るろうに剣心とのコラボが始まっていて、いろんなイベントをこなすと武将として佐之助がもらえたりだとか、訪問武将で薫と剣心が来て参戦してきてくれます。その仲間にはならないんですけど、斉藤はじめとか、あの宗次郎くんとか、なんかいろいろキャラも出てくるので、結構すごい面白いです。はい。で、今回は薫の訪問がちょっと来ているので、そちらを回したいと思います。はい、ということで武将訪問、薫ちゃん来ているので回します。なんか剣心と迷ったんですけど、動画撮るか、なんか薫のこのスキルの方が好きだったので、薫にします。はい。で、まあどんなスキルかというと、こんな感じです。はい。所属軍団の戦闘術と砲兵士の負傷減少率プラス 10%。 はい。負傷が減るので結構いいなっていうね、結構戦う時には大事かなと。あと、所属軍団の戦闘時の武将の自弱が武勇を超過している場合、差により貫通が上昇。はい。ことで軍部の貫通が上がるので、結構いい武将かなと個人的には思ってます。はい。で、守護霊が、6セット。戦闘時東方兵士の貫通によるダメージプラス 24%、 集結時に重ねかけ負荷、こちらも貫通が上がる守護霊になってます。で、ですね、人を生かして活人権だっけ、活人権を目指す。はい、そんな感じで、書いてあります。誇ると手に負えない面もって可愛い。はい、こんな感じで、では引いていきましょう。出るかな、いきます。終電10年、30年、40年、50年、60年、70年、80年、90年、100年。まあ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 、200まではね、もうデフォだと思ってるんで。気がする。なんか早めに出てくれた気がする。あった。はい、そんな感じで、コールちゃんゲットです。おめでとう。私よかった。
はちょっと避けたかったので良かったです。はい、というわけで、恒例の守護霊も、6セット売っております。これでさ、短期間でさ、カオルも来て、剣心も来て、かつ守護霊って結構やばいよね。マジで大変だなって思うんですけど、また一人ぼっちになるなんて嫌。はい、嫌、まあ、よ。できる範囲で楽しんでいきましょう。みんなありがとうございます。変身。はい、という感じでした。はい、というわけで、よし、聞くことができました。なんかすごい思うのは、こう病院とかって管理したいじゃないですか、自分でなんかこれに使おうとか。だからなんかある程度なんかスケジュールみたいなのを隠さないで出してくれる方が個人的には嬉しいなって思いました。はい、なんか今この動画を公開してる時は多分検診はもう来ていると思うんですけど、なんか検診の後に普通の訪問が来るんじゃないかって思って、こう検診を引かなかった人とかも結構いると思うんですね。だから ある程度あれば、この検診の次にね、また普通の訪問部署が来ないって分かれば、もっと検診を回した人もいそうだなと思ったし、なんかそういうのってスケジュールあった方がこうね、組みやすいかなって、ここで回そうかなとか、ここで確認してやろうかなと思えるから、そっちの方がいいんじゃないかなとか、ちょっとゲームしながらちょっと思いました。そうさ。はい、そんな感じです。私もなんか3月コラボとは別に一番訪問部署が来るのかなと思って、ちょっとなんか控えちゃったりしたところとかもあったんで、なんかもし分かってたらもっと検診のコラボにもとここに使ってたなとか思う場面とかもあったんで、そこら辺はなんか感じたな今回コラボしててって思いました。なのでなんかそのコラボ以外にもなんかイベントのスケジュールとか、訪問もこの日に来るよとか、姫はこの日に来るよとかって方がなんか嬉しいなと思いましたっていう個人的意見です。そんな感じで、私は、8サーバーでプレイしてます。というわけで、YouTube のチャンネル登録、ツイッターのフォロー、ぜひよろしくお願いします。この動画も少しでもいいなと思ってくれた方、グッドボタンぜひよろしくお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。